はい、こんにちは、スプラートエデンのまちゃんとエラちゃんです。はい、今日ね、テーマはテーマ、今日のテーマは国際結婚についてののお互いの変な習慣は何ですか。家でね、誰が言っても服を脱ぐ。脱がねえしなんかさ、日本人だとさ、何も何も思わない、裸になっても。うん、思う人は思うんじゃない。あ、そうなの、家族とか。あ、家族みんな裸だね、うちね。うんうんうん、タオル1枚とかね。そうそうそう、でも私だとなんか変って思う。あ、そう。で、ベロのおかしいところ。うん、なんだろうな、ベロのおかしいところ。うん、家庭には絶対来ないよね。おかしいかわかんないけど9時って言ったら10時、10時に出ないとやばい時はもう9時に出るよって嘘ついて10時になる。うん、やばい。だったらぴったしやね。ぴったしだね。まあでもみんなあるよね、まあ、変なとこ。まあちなみに夜の11時かそれが変だね。国際結婚についてビデオ撮ろうって言ってね、うん、朝の1時に起こされました。それは普通だよ、普通。こいつクソメキシコ人だなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします、はい、よろしくお願いしま す, じゃあまた。アディオスアミゴス。アディオスアミゴス。ポロプロシマビデオス。バイバイ。